第6章では、テキストフレームについて学習します。ここからは今まで作ってきたグリッドに沿った形式ではなくより柔軟なレイアウトを想定して解説します文字ツールを使ってテキストフレームを作成すればグリッド書式属性にとらわれず柔軟なレイアウトが可能です文字ツールをプレスすると横組 縦組の文字ツールを選択するこ,とができますここでは横組文字ツールを選択しておきましょうそしてグリッドに沿って範囲を作成して文字を入力しますするとグリッドとは関係なく文字が挿入されましたこれは縦組に変更することができます 文字中にカーソルを配置しておき書式メニューの組方向から縦組を選択しますすると文字が縦組に変わりましたこのテキストフレームはフレームグリッドに変更することもできます今度はオブジェクトメニューの フレームの種類からフレームグリッドを選択しますこれでフレームグリッドにしっかりと割り付けができますこのようにテキストフレームは後からでもフレームグリッドに変更することが可能ですフレームグリッドはレイアウトグリッドの属性に沿って作られていますしかし、か レイアウトグリッドに沿わないフレームグリッドもありますこの横組みのフレームグリッドがそうですこのフレームグリッドはオブジェクトメニューのフレームグリッド設定でサイズを119行間を7波にすでに変更してありますここに文字を入力すると きれいに文字を配置することができます。このように、フレームグリッドでもレイアウトグリッドにとらわれず、文字を配置することができます。今作ったものに似たフレームグリッドがあります。このフレームグリッドにも、今と同じ設定をしていきます。フレームグリッドの設定は、グリッドフォーマットとして登録することができます。 そして、別のフレームグリッドに適用できます。まずはフレームグリッドを選択しておいてください画面の右端に縮小されているグリッドフォーマットパレットを開き左上の右向き三角ボタンをクリックしますパレットメニューから新規グリッドフォーマットを選択します 新規グリッドフォーマットのダイアログが開きました名前を説明文としますその他の項目は先ほど確認した数値が自動的に入っています OK ボタンをクリックして確定しましょうこれで、 説明文というグリッドフォーマットが登録されました。しかし、段落スタイルのときと同じで、登録するのに使用したフレームグリッドには、グリッドフォーマットが適用されていません。フレームグリッドを選択して、パレットの説明文をクリックして適用しておきましょう。では、もう一つのフレームグリッドに文字を入力して、 同じようにグリッドフォーマットパレットの「説明文」をクリックしますこれでフレームグリッドのグリッド属性が適用されましたただしフレーム自体のサイズは変更されませんのでこの辺りは手動できれいに修正しておきましょう角のハンドルにマウスカーソルを合わせサイズをぴったりにしておきます